これはです、ね、宮本幸吉氏っていうのは僕の師匠ですけれどもこの方がやっぱりコンパクト頭蓋骨調整っていうのはやっぱりいろんな奏法を僕は宮本先生から伝えられてるんですけどもあのどこから入手したかも分かんないようなあらゆるものを研究してコンパクトにしたんだと思います。それでもう一つは えー、実際には10分なんて全然かからなくて5分以内に終わっちゃう性質で、えー、ゆっくりやっても3分ぐらいなんですね本当はね、えー、そうするともう一つ頭蓋骨っていうのはあまり僕の考えではあまりあの強くとか強くだかこれからやる方は注意点はまずは強くやんないってことですね。そしてややはりりあんまり長い時間やると えー、脳に一番近いとこなんで副作用っていうのはあるかもしれませんので目まいをかあの反対に起こしたりだから反対に言いますと短時間でやった方がいいいテククニックだと思いますそしてあのすごい効果が上がりますので,で一回あの新生体法の同心を全部やってですねそしてその同心のあと頭蓋骨調整をやっただけでその同心法のその歪みが全部消えちゃったっていう経験がありますので。 ぜひだからお使いくださいそうですね、えー、効果というとまあ女性にとってとか男性も、あのー、すごく、あのー、喜ぶんですよと特殊奏法っていうのは名の通り特殊な奏法で例えば膝とかその,そ,その症状に合ったものをその僕の、えー、調整法とか治療では全身を調整した後にさらにそに内臓疾患とか。 内臓,だとその内臓のつぼだとかあの膝ざのが悪い人は膝の調整法だとかそういうものをやるんでさらにに、えー、相乗的に効果を上げるというものです。そして今までの経験上そのさっき申し上げた女性にとってはすごく、あのーねえー、喜ぶっていうのはまずは体重がです、ね、最高5キロ減ったあとウエストラインが 5, 5センチ細くなった。 ある今着ている80代の女性なんか治療される毎回ですねあのズボンが緩くなななっっててを入れ替えるととかそんなようなことを言ってますだからあの頭蓋骨の調整で別に気をつけているっていうのはないんですけども実際その何て言うんですか先ほどっていうか申し上げたようにあの強い圧でやらないとだから力ずくでやらないと。 そして体重移動だけでやるということですね。そしてなるべく短時間で終わらせると,という感じです。まあ、いろんな先生にあのー、用いていただきたいんですけども、その頭蓋骨調整をやると反対にですね、えー、どんな症状が取れるかっていうとこれがどんな反対にどんなテクニックをやっても取れなかった症状が頭蓋骨で頭蓋骨調整であっさりと取れると。 いうこととがあありますのであとはあの精神ですね精神的なもの自律神経失調したような人とかそういう類のめまいとかあと頭蓋骨調整やると目がはっきりしたりあと小顔になりますねそんな感じです。